人で3人揃いました。さてここで我々のこれからチーム名を、ね、改めて発表しないとね。Hey, nice to see you again, Brian. How are you? I'm good. Good to see you. Good to see you. Yes. For me? Yeah. Good. How's it look? It's all right. Good looking guy. Good fat. Thank you so much. I appreciate it. I'm excited for this weekend. Yes, Sunday. Yes. Yes, let's do it. Like someone, what? They must have seen the...さあということでアンソニーが無事日本に着いて3人揃いました。さてここで我々のこれからチーム名改めて発表しないとね。 GLG Good Looking Guys。 発音だけはめちゃくちゃいいだろう俺なあ。で、なんでここでアンソニーも合流させたかというと、理由は至ってシンプルだ。アンソニーがグッドルーキングガイだからだよ。ジャックは言わずとも、こんなグッドルーキングガイに決まってるだろ。ああ俺が求めてるものを2人は持っている。クールなグッドルーキングガイ、そして明るくてどんなキャラクターでもできるグッドルーキングガイなあ。今までにない景色じゃないかこれは。そう思わない？違う？俺はそう思うよ。見てる人だってそう思うだろうねえ。 I mean one, it's an honor you think I'm that good looking, so I appreciate that. But when it comes to the physical professional wrestling of itJack Morris and I became friends on my first tour of Japan during the N1 victory. We were in different blocks, never had a chance to compete, but obviously he's an amazing talent. Jake Lee, I mean, he was a free agent for a very short period of time. A lot of people wanted him and he came to Pro Wrestling Noah. I appreciate you choosing Pro Wrestling Noah and I appreciate you choosing me. Thank you, Anthony. Thank you. まあ、こんな感じでね。ここまでなんかアンソニーがそういう風に言ってくれるなんて俺は思ってもいなかったけど、俺はただ単にこいつはすごく3枚目もできる選手だなと。日本語で言うと3枚目、ジャックが2枚目だとしたらアンソニーは3枚目。何でもいろんなことをこなせられる。3枚目じゃなきゃできない。3枚目だからこそいろんな多分可能性を秘めてると思うし。まあなんだろうな、ジャックに関してもずっと1日からやってるし、そこに関しては意思疎通はできてるし、お客さんにも何か伝える必要はないとは思うけど、一応ジャックにも聞いとこうか。ジャックはまあ大阪で試合もあるしね。 Next title match. Yes. いや次のチャンピオンだよもう彼は。だからジャック一言タイトルマッチに向けて意気込みを語ってくれ。 February 12th, Osaka. Myself challenging Kiyomiya for the GHC Heavyweight Championship. Now I've been working hard for this opportunity and I've been learning. So when the time comes for Osaka's match, 12th of February, I will be ready.I will be ready, Kiyomiya. We've stepped in the ring before, one-on-one in the N1 Victory Tournament. And on that day, Jack Morris got the win. And in Osaka, it will be no different. 目指すものって言ったら、もう名前の通りグッドルーキングガイを集めてるチームなのでね。もう他団体、それこそ国内外問わず、うん、あこいつちょっと面白そうだなとかかっけえなって思ったら、うん、それを発掘しながらでそいつらと一緒にちょっとどん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 新しい景色を作っていこうかなと。はい、
それをちょっと思ってますね。いやグッドルッキングウェイもっともっといっぱいいるでしょう、うん、まあけどまずはねこの3人で、うん、この3人からスタートしていこうと。いやどうも何も動いたもん勝ちでしょっていう感じで、やったもん勝ちだと俺は思っているし、うん、何も動かないやつは何も考えていないと、それに等しいと俺は思っているんでね。だったら俺は動きますよ。相手全員ブサイクだからな、うん、このチームに比べたらな、顔のそれこそ作りで言えば、もしかしたらだからすごい、もしかしたらというか分かりやすい対決構図になるんじゃないのかな。どれだけ俺たちが花があるかっていうのがすごく分かりやすいという意味でね。俺からはもうずっと言ってるようにね、いろいろなやつと試合がしたいっていう、うん、けど今後このチームでこのメンバーたちと一緒にかっこいいやつらを集めて、それでっていう風にやっていこうと思っているので、そこを見ていただければまた違う何かが見れるんじゃないかなって思ってますよ。まあかっこいいやつらを集めたチームなのでね、それでもってその上でいろんなやつと試合をして、で自分たちの商品価値を高めていきたいと思ってます。それにジャックは2月にタイトルマッチもある。その時にもうジャックの手元にはその試合が終わった後ベルトは必ず腰に巻かれてるはずなのでね、そうなったら多分もっともっといろんなやつらが俺たちの存在に気づくだろうし、そうなったら面白いんじゃないかな。だからこそジャックには必ず取ってほしいし、取ってくれると思っている俺はね。